こんばんばは今日は2016年4月、高、え、3、ー、の真剣模試ですね、真剣記述模試ですね、の質問を高2から受けましたんで、ちょっとやってみますね。この x3 って問題、a を定数とすると、x について2つの不等式、x2 乗引く2、かっこ a 引く1、x 足す、かっこ a 引く5、a 足す3の積、第何0かが1番と、絶対値、2x 引く5、で、小なりイコール7、これが2番ね、があると。 1>, 1番、x イコール0が不等式1を満たすとき、a の取り入れる値の範囲と。2番、不等式1の左辺を因数分解と。これはもうたすき分けです。また不等式2の解を求めなさいと。3、不等式1と2を同時に満たす x が全部で3個あるような a の値。はい、じゃあ、いきましょう。じゃあ、1番、こうですね。0代入しますよ。そしたら、えっ、ー、と、これ、代なり0になるので、a が、ま、a 小なりマイナス3、または五小なりあ、a と。これは解答です。 ね、次2番えたすき分けすると、えー、これたすこれとこれたすこれですねよってえー、とこうか答えねで2番からえー、と 2x−5、えー、絶対に取るとマイナス7と7の間ですねということは x はマイナス1以上6以下と、まあ、ここまでスムーズにいけるかなで次3番 ええと、まず、二番、カッコ2より一が、ええと、大なりゼロだから、こうなりますね。ということは、場合分け二つあります。これ、意味わかるかなええー、と、まず、えっと、二番の、二番を、二番のこの整数っていうのは、マイナス一ゼロ一二三四五六八つありますね。八つ。マイナス一から六まで。じゃ、まずね、場合分け一 ええと、まず、このマイナス1から6だったんだけども、整数がね、マイナス1から6、これが2番、丸2の回答ですよ。で、丸1は、A、a-5 よりちっちゃい、a-3 より大きいだから、整数が3つって言ったら、こういう場合か、もしくは2番目、こういう場合かどっちかですね。えー、ここ,いいこうね。いいですかだから、この、 整数 -1 から6の右の端っこで A たす3が絡んエータ3より大きい絡んでるか、えー、整数 -1、0、1のところで A-5 より小っちゃいで絡んでる、つまりダブってるかの違いだけです。じゃあ1番目。1、2を同時に乱す整数 X が4、5、6の時、の端っこ3つの時、右端の3つの時。じゃあ図的にこうだから、 じゃあ、この A たす3ってやつが3と4の間に入ればいい。ただし、3の真上でもいいですね。3の真上に来ても、これ白丸だから、3は入らないから、えっと、4、5、6、3つになるので、で、えっと、4の真上に来ちゃダメですよ。4の真上に来ると、これ白丸だから、答え2つしかない。だから、3以上4未満ってことで、答えこれね。で、2番目。じゃあ、今度、えっと、1、2を同時見た整数 X が、この左端っこ。 つまりマイナス101の3つの時。ということはこの a-5 が1と2の間なんだけど2の真上ならいいけど1の真上はダメよっていうことでこっちにイコールつけてください。こっちにイコールつけてもこれ白丸だからちょっと3つなりますね。じゃあこれを解いたらこうと。じゃあ以上1により0小なりイコール a 小なり1または6小なり a 小なりイコール7と。れはどうだったかなちょっと難しかったかな これ、高三の模試ですけども。はい、じゃあ以上になります。はい。